What's the news on our friend, Leon? He's not making it easy. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Quite a jolly mess he's made, that Leon. But all for the better. Sadler's people have fallen into a panic. Their destruction is only a matter of time now. Once he gets Ashley back, his job will be finished. He'll no longer be a factor. No, I'm leaving Leon to Krauser. Hurry up and retrieve the sample. Maybe you forgot, Wesker. I don't always play by your rules. チャプター4、レオン抹殺を阻止せよ。はい、ということでどうもトワイスです。今回もバイオハザード4エイダ編やっていきましょう。まあとりあえず目的地はあそこってことなんですが、脇道がいろいろありそうなんでね、そっちの方からやっていきましょう。宝探しは大事。よし、後ろには何もないか。武器商人がいきなりいる。どうしようかな。あ、そういえばですね、ちょっと気になったのが、前回ステイン手に入れてないんですよね。チェス版は手に入れたんですけど、どっか取り逃しをしたんでしょうか、私は。まあとりあえずまだ占いで、今ちょっとなんかできるか探してみましょうか。あれ、アタッシュケース LL はまだか。仕方ないな、じゃあこれでやっていくしかないか。とりあえず売りましょう。チェス版は売れる、ルビーは売れる、スピネルも売れる。じゃあまあとりあえずこれでいきましょうか。おお、ああでもよかった、ショットガンは減らしたいと思ってたとこなんだよね。ほら来いよ。なんか嫌な声がする。あー、なんかこれどんどん進んでっちゃってまずいパターンかな。ちょっと下がりながらやりますか。よし、さあ来いよ。ほら、よし、いいな。今回は覚醒はしてないが後ろから来てる気がする。おー、来てるね。じゃあまずてめえを倒すか。よし、オッケー。このショットガン威力はそんなに高いとは思ってないんですけれども、まあでも割と近距離で撃てばそこそこの威力は出るみたいですね。どうしようかな。まあとりあえず見ての通りボウガンを買ったことによって結構圧迫されてきてるので、ショットガンをとりあえずメインに据えつつ進めていこうかなと思います。あとまあ60発、72、4発か ありますんでね。あと1スタックか2スタックぐらいは余裕で使っていけるでしょう。手榴弾、まあこんな段差を登るのにもね、エイダさんはフックショットを使いたいと、そういうことですよ。あとはここはただの寄り道なのかな。はい、ハンドガンの弾。こっちは遠くに何もなさそうか。若干お金に余裕があるから別に宝の地図を買ったりしてもいいんでしょうけど、なんかもったいない気がするんですよね。まあこのまま行きましょう。
あそこにドラム缶があるな。はい、次。いいね、一気にいけたね。あとはショットガンで。なんかこのショットガン若干スピードが遅くなってる気がするんですがね、走るスピードが。まあいいか。誰もいないか。いたわ、危ねえ。さあ来いや。大丈夫よし、どんどん来い、どんどん。危ねえな。よし、撃ちながら進む。やべ、危ねえ。ちょっとリロードしといて。まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ残弾はある。意外と遠距離でも吹っ飛ぶもんだな。よし、とりあえずこれでいいか。そろそろ出し惜しみしていこうかな。届かない。900円。ああ、届かない。やっぱり範囲狭いんですかね、エイダのナイフ。ショットガン、ショットガンの弾は減っているけど、ライフルの弾と手榴弾で結局圧迫されているよ。どういうことだ。特に食らってないから回復する必要もないですしね。どうしようかな。まだもうちょっとショットガン使っていきますか。あー、これ取れないな。ハーブ組み合わせたくないですしね。あ、見つけてしまった。マシンピストルの弾だ。25発か。じゃあ多分ちょうどいい感じなんで、マシンピストルで次はワンスタックぐらいだったら使っていいかな。うい、おっと、よく壁越しで分かったな。おっと、危ないよ。はいはい、ちょうど頭を向けたな。おお、お前か。お前は嫌だな。はい、オッケー。ああ、来るか。やべえ。よし、オッケー。ああ、もう寄生虫か。ちょっとこれはワンスタック以上余裕で減ったでしょう。使いすぎだっての。さすがにこういう無駄打ち的な使い方はあまりよろしくない。手榴弾、ショットガンかな、やっぱり。ああ、上からか。ここはライフルで行くしかないですね。その前に今持ち物が空いたから、マシンピストルの弾とハーブを回収。あとは取り逃しはないね。大丈夫だね。 OK だね。よし、じゃあライフル対決だな。降りてきてるー。はい、こっちが早い。よし、いいな。ベルベットブルー、エイダ編では初めてじゃないでしょうか、ベルベットブルー。あら、間違えた。まだ下を探索したいんですって。よいしょ。さて、まあショットガンかな。まだこの辺は何もないんですかね。カメラが変更されるから若干見づらいんですが。お、あったあった、救急スプレーだ。はあ、ここで救急スプレーはありがたいんだけどな。ダメージ食らってねえしな。
もったいないけど、ライフルの弾を。ライフルの弾でいきましょう。よし、これ以上は無駄遣いできないぞ。さあ、この先はどうだ。あ、ちょっと待ってくださいね。戻ります。はい、失礼しました。あのですね、取り逃しがあります。ちょっとそれだけは取っていきたい、覚えているものに関しては。あー、やっぱりこの瓦礫の向こうにですね、入り口から来るときに若干光ってるものが見えたと思うんですが、それを取ってませんでしたので、取りに行きます。うわー、マジでそういう配置はないでしょう。このための救急スプレーか、そんなことはないでしょう。あー、まあハーブかな。ひでえな、この集中はひでえ。オッケー。下にも誰かいた気がしたんだけどな。警戒、ほらいた。オッケー。お、ヒーローハーブ、これはありがたい。どうしようかな。今 HP 的には使いますか。まあ救急スペレがあるならね、まだ今ちょっと荷物を圧迫されてる状態だから使っていってもいいのかなと思ったんですが、よし、これでいいかな。さあ、他には何かないか。何もないか。誰もいないか。お、猫だ。猫か。お、ああ、拾えねえ。拾えた。ボウガンの矢は大事ですよ。あとは特にないかな。なさそうですね。 OK。 ていうかこの流れ、やっぱりステイン取り逃したんですかね。僕なんか見たところそういうのなさそうに見えるんですが、まあ仕方ないか、先に進みましょう。ていうかあそこはライフルが重要だった気がする。誰か見えるか。あー、うん、ここな。ここはちょっと私がエイダ編では苦手なところですね。ハンドガンの弾、マシンピストルの弾。よし、ここに見事な銃座がありますね。乗れるんだっけ。砲台、起動キー B を使えば動かせそう。なるほどね。手榴弾、ほう。あー、拾うところがないとおっしゃるか。これはとりあえずハンドガンを減らすのが一番か。覚えておきましょう、ここに手榴弾があるってこと。マジか。ほら、大量ですよ。いって、早速投げてくんのかよ、クソ。
さあ来いや。マジか。よし、こりゃ手榴弾だ確かに。でも先行かな、先に先行ですかね。切られちゃうちょっとめんどくさいんで。ほら、よし。でショットガンか。こりゃ連戦の予感。おっ、でここで一旦リーって食らうのかよ。使いますか。何回か言ってると思いますが、こんなところでケチって死んでもバカ臭いんで。よし、うん、あんまりアイテム回収に勤しんでる暇もなさそうだ。うお、危ねえ。ここは通ってこないよ。よし、慎重に。何もねえのか。はい、ここは隠れてるな。ボウガンの矢、ありがたい。どう進めばいいんだ。お、起動キーだ。一旦隠れよう。慎重に行こう、慎重に。はい、ここは救急スプレーか、ありがたい。ここは大丈夫か。はあ、怖え。先行手榴弾は取れるな。こうやってこうだ。でマシンピストルの弾がなくなりそうだから、とりあえずこれを装備しといての。よし、行こう。起動キー B を使って、さあ何を壊せばいいんだかな。これか。はい、一つ。はい、二つ。よし、これでとりあえず第一段階ですね。今のうち見える敵は処理しておくか。オッケー。あ、近くにいるのか。見える敵は処理しておきたいんだが、どうだ。ちょっとアイテムがもったいないですけど。一応ここは安全圏ではあるのかな。ハーブ赤、ありがてえありがてえ。ショットか、その前に。ベルベットブルー、ショットガンの弾ぐらいか。はい、お、ライフルの弾が持てないか。ハーブ欲しいな、ハーブ。
マシンピストル使っててもなんかな、これは多分ですけど、これ逃すとなんか拾えない気がするんですよね。なので組み合わせて2発は捨てる。でこれか、起動キーは R。 そうか、また新しいのが必要なのか。ってことは、これか、これに乗りゃいいのか。一応誰もいないみたいですね。何？2枚抜き。よし、一気に殲滅できた。あとはちょっとハンドガン景気よく使って。危ねえな、おい。はい、大丈夫。よし、オッケー。危ねえよ、お前を落としておこう。あー、ダメか。ハンドガンもなくなりそうにないしな。組み合わせるのもなんかちょっと嫌なんだよな。 HP も減ってないですし、とりあえずこのハーブは覚えておきましょう。お金か。よし、今ちょっと敵が出てこないポイントなんで、今回はここまでとさせていただきます。次回はこういう続きからやっていきましょう。ご視聴ありがとうございました。失礼します。